はい、本日はですねソフトシェルの比較動画を作っていきたいなと思います。ではこれ見てもらえますか。前からまずアークテリクスのソフトシェルジャケット、あこれやね。で次にノースフェイスのソフトシェルジャケットで、一番後ろがパタゴニアのソフトシェルジャケット。ですね、これパタゴニアを一番上にかけてる理由は特にないんですけど、見えへんかなと思ってかけてるんですけど、ちょっと気になるようになったらこっちにしときましょうか。まあ、あの僕自身がちょっと気になるのでこっちにしましょう。はい、ということでソフトシェルを比較していくんですけども、このねソフトシェルジャケットでめちゃくちゃ使い勝手いいんですよ。とにかくちっちゃくなるし、ほんで持ち運びも簡単、ほんでなおかつこんだけ薄いのに雨風もしのげるというところもあったりとかして、でなおかつ値段もね、マウンテンパーカーとかってやっぱ4万5万とかしてくるから、あ高いなと思ってくるけど、大体この辺の台って1万円台とか、ともすれば高くても2万円台で買えたりとかできるので、比較的まだ買いやすいんですよね。ほんでまあ例えば春とか秋ぐらいの外の気温は高いけど風が冷たい時なんかはパッて羽織ればいいし、夏場とかやったらですね、やっぱ建物の中とか若干寒かったりする時なんかもこれパッて忍ばしといて、小さくしといてパッて切ればよかったりするので、結構ね春夏秋って切れたら3シーズン切れてる割にコスパええかなと思って、僕結構おすすめですよいう話はしてるんですけど、じゃあその中でもですね、このアークテリクス、ノースフェイス、パタゴニアでこの3ブランド僕持ってるんですけど、どういうところが細かく違うのと、大体の大枠はですね、薄くて風を通さなくてちっちゃくなる、これも全部3つも一緒なんですよね。ほんで何がちゃうねんっていうことになってくるんですけども、若干違いがやっぱあったりするので、まあ、その若干の違いとあと値段を見比べてもらって、あどういう風に違う、あ俺やったらこれがええな、いや俺はこっちの方がええわ、いや俺はわしはこっちですわいうことをね、いろいろ判断してもらっていいかなと思いますので、今日の流れとしてはですね、まず値段であったりとか、あとまあ軽さですね、メインどころの軽さ、どれぐらい重さが違うんかっていうところと、まあ、もちろん、さっき言ったように雨風もしのげるし、同じ分は同じなんですけど、じゃあポケットの数とかはどれぐらい違うのかなとか、あとはまあこのブランドに関してはちょっとここまで特化してるねとかいろいろあるので、まあ、そういうところをお話ししていきたいなと思います。ではまず価格からいきたいなと思うんですけども、この前の、アークテリクスからいきましょうか。アークテリクスといえば値段が高いんですよね。一番高い、この3ブランドの中でにしてもぐんと値段が上がったりするので、僕持ってるジャケットだったら10万円ぐらいの、ね、マウンテンパーカーがあったりするから結構高いんですけど、これがね今現時点で24,200円、もうこれが一番高い、もう24,200円でもうトップナンバーワンっていうぐらいの値段で、次のこのノースフェイスのスワローテイルベントフーディーというジャケットなんですね。これ今ベントっていうのは出てないんで、スワローテイルジャケットっていうのがあったりするんですけど、これはスワローテイルベントってやつなんですけど、これに関しても17,600円ということで、現時点で販売されたやつも17,600円なんでね、まあ、これぐらいの値段と、ああ2万円切ってくんねなって感じになって、次じゃあパタゴニアっていうのはなんぼかというと14,800円、あ1万5000円切ってくんのというと、まあ、これ見てもらったら分かりますよね。前から順番に高い、真ん中安いという順番になってるかなと思います。まあ、アークテリクスとパタゴニアだけでも1万円ぐらい、1万以上の価格差がある。24,200円と14,800円から1万5000円切ってるので、ね、まあ、大体1万円ぐらいの価格帯の違いがあるって考えると、あ、結構開いてんなと、そういう印象はあるかなと思うんですが、まあ分かったよということで、じゃあ次軽さいきますか。とにかくね、もう全部めっちゃくちゃ軽いんですよ。ちなみに僕が今着てるこういった T シャツ、半袖の T シャツがだいたい 200g から 300g ぐらいって言われてて、僕がこの持っている iPhone ありますね、 iPhone これ SE なんですけど、第2世代ので 148g っていうのが、ベースやと思ってください。だから iPhone で 150g ぐらいか、まあ、T シャツで200とか300ぐらいかっていう、まあ、一般的なその基準があった上で、まずじゃあアークテリクスがなんぼなんかというと、アークテリクスがね 140g、 iPhone より軽いんやということでね、 140g か 8g ぐらい、iPhone より軽いよというような仕様になってて、じゃあ次ノースフェイスのスワローテールはどれぐらいかというと 160g なんですね。あちょっと iPhone より重たいねと、 10g ほどちょっと重たくなってるんだねということになってて、じゃあこのパタゴニアの方はどれぐらいかというと、なんと 105g ということで 100g ちょっとしかないんですよね。めちゃくちゃ軽いんですよ。なんてこの T シャツの半分ぐらいの重さしかないので、これも重さだけで言うならパタゴニアが一番軽い 105g で、2番目に軽いのがアークテリクスの 140g ね。これちなみに 140g って言ったら公式の野球ボールも大体同じですわ。公式の野球ボールと iPhone って言ったら大体同じですよねということです。ちなみにアークテリクスのスコーミッシュフーディも同じですよねってなってきますね。ほんで次に、まあ、一番重かったのがノースフェイスのこのジャケットなんですけど、これでも 160g なんで、あくまでこれは全部メーカー表記なんですけどね、まあ、160でもまあめちゃくちゃ軽いじゃないですか。軽いのは軽いけども、このパタゴニアのねフーディニがちょっと圧倒的に軽すぎて他が重たく見えちゃうんですけど、それでもまあ T シャツより軽いジャケットやから全部まあ軽いじゃ軽いんですけど、まあ、順位的にはそんな感じになってて、まあ雨風についてはどうなんかっていうと、もちろん全部ね生地のしっかり
り防いでくれるっていうのもそうやし、雨とか風をね防いでくれるっていうのもそうやし、生地自体も薄い生地使ってるから丈夫になるようにリップストップナイロンって言って、要はこの格子状に編まれてこう破れにくくなってたりするっていうところは、これもう全メーカー一緒ですよね。パタゴニアにしてもノースフェイスにしてもアークテリクスにしてもちゃんと全部そういったところまで配慮されて作られているというのが、いかにもアウトドアメーカーらしいんじゃないかということになってるんですけど、じゃあ次はですね、このジャケット3着ともさっき言ったみたいにちっちゃくなるんですよね。だからこういったボディバッグなんかにもポンって入れれるぐらいの小さになってくるよということになってるんですけど、やっぱりそれぞれ収納方法というのは若干違うんですよね。まずじゃあアークテリクスから見ていきたいなと思うんですけど、アークテリクスの方はです、収納方法がこの胸のポケットなんですよね。でこの胸のポケットを裏返していくような感じで服を入れていく、これぐらいの大きさですね。まあ本当にちょっと手のひらぐらいかなみたいな感じの大きさで、次じゃあノースフェイスの方は、この僕のモデルは腰のところに入れていく状態になってるんですね。腰の後ろのここら辺のところにガーッと収納していくような感じになってるんですけど、これはあの2019年に出たモデルなんで、毎年出てるモデルはだいたいフードなんですね。フードのところに入れていくっていうことで、これあの別動画でもあのちゃんとスワローテールの標準タイプもあの出してる動画あるので、それはまたあの上かななんかに出てると思うので見てもらえばいいと思うんですけど、これに関してはそれ腰のところにあると、で腰のところにガーッと入れていきますよと。これ見てください、ちっちゃいですねということになってて、これはちゃんとノースフェイスなんかロゴ入ってますね。次はじゃあパタゴニアの方はね、あのこれはパタゴニアもまた胸なんですよ。ちょっと変わったいびつな形してますけどね、なんやろうな、この三角っぽい感じ、二等辺三角形みたいな、こう二等辺になってるのか分からんけど、なんかそんな感じのね、ちょっと変わった感じになってますわ。ちなみに全部比べてみると、アークテリクスは持ち手みたいなのとかあるし、パタゴニアも持ち手みたいなのがあるんですけど、ノースフェイスに関してはそういった持ち手のところは今んとここれはないですね。でロゴで見てもノースフェイスはロゴあるし、アークテリクスもちゃんとここにロゴあるけど、パタゴニアはこれロゴ入ってないんかな。だいたい大きさもほぼほぼ全部一緒ですよね、そんなに違いはないんですけど、まあこんな感じで収納できてちっちゃくなりますよと。ちなみに iPhone SE でこんなもんですね。だから iPhone SE とまあそんなに大きく違わんかなみたいな感じです。では元に戻していきます。はい、ではですね、次はポケットの数ということで、まあ、ジャケットなんで、ね、大体ポケットあるんですけども、どれぐらい、何個かあるかということで、まずアークテリクスから見ていきますか。最初あの収納できるようなって言ってたこの胸ポケットのところね、まず1箇所ありますよねと。で2箇所目はどこにあるかな、あれれないなということになってるので、これに関しては1箇所ですね、胸ポケットのみだ。これがちょっとどうかなって、人によったらねポケット欲しいっていう方もいらっしゃるから、まあどうなんかなと思ったりするけど、じゃあ次ノースフェイスいきますね。でノースフェイスに関しては胸ポケットが逆にないんですよね。あ、胸はないんやと。ほんで逆にその両脇のところにな、通常っていうかよくあるこの脇のポケットが2箇所ありますよね。左にもあるし右にもあるよと。でそれ以外にはですね、通常モデルはないんですけど、このモデルだけね、あの腰のところにももう1箇所ポケットというか収納できる部分があるので、合計3箇所ですね。ほんで次がパタゴニアの方ですね。パタゴニアの方もポケットは一応胸ポケットのみなんですよね。だからそれ以外はポケット全くなかったりするので、ソフトシェルめちゃくちゃ便利で持ち運ぶもいいんですけど、ちょっとポケットいっぱい使いたい方なんかはもしかしたらノースフェイスの方が一番良かったりするかもしれないですけど、パタゴニアとアークテリクスに関しては1箇所ずつ胸ポケットしかないので、ちょっと鍵入れたりとかスマホ入れたりとかエアポッド入れたりとかしだしたら、もうちょっと他じゃ厳しいかなみたいな、この2つじゃ厳しいかなっていう感じかなというふうに思いますね。でそれ以外のじゃあその他っていう部分に行きたいんですけど、その他何が違うんかというとですね、やっぱりアークテリクスなんかは値段が結構高かったじゃないですか。24,000円ぐらいするってこと結構高いなという感じはするんですけど、やっぱりその分ね、アークテリクスのジャケットって全部そうなんですけど、こうやってジップちょっと開けるじゃないですか。ジップ開けたりしたらこうなって、ジップが壊れにくいんですよね。こう綺麗にピューって開いてくれたりとかするし、普通ってこれの引っかかるじゃないですか。グッグッって引っかかったりしたらジップやっぱ壊れやすくなってきたりするし、特にこういうちっちゃいジップのやつって壊れやすいんですよ。大きいジップのって結構そんなに頑丈やからガッて無理しちゃってそんな壊れへんけど、こういったちっちゃいタイプのね、まあ、ソフトシェルみたいなこう畳めるようなジャケットってちっちゃいジップ使ってること多いからやっぱ壊れやすいっていうのがあるんですけど、アークテリクスはこういうとこも考えられてジップの開閉がめちゃくちゃスムーズになってるし、こういった開け方普通できひんじゃないですか。で例えばパタゴニアとかでやろうと思ったらこう絶対止まるんですよね。こうガッガッガッって止まるんですよ。だこれ以上開かないようになってるので、やっぱりそれが逆に壊れやすかったりするんですけど、まあ、そういうところまであの改良されてるっていうのが、まあ、いかにもアークテリクスっぽいなって感じなんですけど、まあ、この辺はちょっと他社にはないんかなというふうに思いますね。でそれ以外にノースフェイスとかやったらですね、このベントのタイプじゃなくて通常モデルのタイプにはどうやらベンチレーションもついてるらしいんですよね。だからまあその辺に関しては、まあ、若干違うかなとは思うんですけど、まあ、一番シンプルなんて言ったらやっぱりこのパタゴニア あのフーディニアと思うんですよ。これはとにかくシンプル、めちゃくちゃ軽いし、とにかく余計なもんがない。でも逆に言うと機能性はそんなないんですよね。シンプルがゆえにその余計なもんは全くないから、まあまあこの辺もまあ人によってどうなんかなという感じではあるんですけども、最後はサイズ感見てもらえて終わりにしたいなと思います。まあ、ちなみにこのパタゴニアと、アークテリクスに関してはちょっと海外
外規格なので、通常普段着てらっしゃるサイズのワンサイズ下ぐらいがまあジャストやと思うんですよね。 L よく着てますよっていうんやったらこれやったら M ぐらいの方がいいと思うんですよ。パタゴニアやったらちょっと大きめやと思うので、ユニクロで L 着てるんやったらこっちやったら M サイズかなみたいな、ユニクロで M 着てるんやったらこっちやったら S ぐらいかなみたいな感じで考えてもらったらいいんかなと思うんですけど、ノーサイズに関してはこれ日本規格になってるので、まあ通常のサイズ、ユニクロが L サイズ着てるんやったらこのノーサイズも L で全然問題ないと思うんですけど、最後はサイズの着用動画見てもらって終わりにしたいなと思います。まあより詳しい動画はですね、それぞれレビュー動画喋ってるので、まあそこで見てもらったらいいかなとは思うんですけど、まあそろそろね、あのソフトシェルが使える時期になってきたということになってますので、まあこういった動画を作らせていただきましたということになってます。まあまた何か要望とかあればあのコメントいただければまた随時見てますので、あの参考にさせていただければなというふうに思います。ということで本日はですね、アークテリクスノースウェスパタゴニアのソフトシェルを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line.